どうも皆さんこんばんは。こんばんは。夜に見てる人あまりいないか。だいたい昼が多いか。こんにちは。こんにちは。おはようございます。園長です。デビスです。今回ははい、私ちょっとね企画を考えてきましたよ。おお。もう脳の 98% を使ってさ脳みそ、え、人間って 4% しか使えないのに 98% 使ったの。え、人間って 4% しか使えない。そうだよ、今 4% しか使えてないんだよ人間って。え、じゃあ俺は新人類ってことで。お前新人類、うん、超越した。やった感想薄っ、超越してんのにエビス君。はい、エビス君です。あ、私園長です。よろしくお願いします。してます、始まんないから。よろしくお願いします。あ、どうもこんにちは。一瞬始まんないからこれやってたらエビス君は、エビス君は好きな色は何ですか、はい、好きな色か、うん、まあ一応青かな。おお。あそこ青って言わないと思ってたな俺。俺ちょっと青って言わないパターンもちょっとちょうだい、うん、だから始まらないだってこれ。え、エビスコ、なんだいなんだい、どうしたどうした。エビスコの好きな色はなんだい、うん、俺の好きな色か。まあそうだね、やっぱ漆黒が好きだからブラックかな、うん、ブラックね。あ、ブラック。まあということでどういうことなんだ。青ですね。青なんですね。青です、はい、青です、うん。まあ、私もね、まあ好きな色は私、うん、特にないんですけど。おお、そうですか。私、いや好きな色はないっていうか全部好きなんだよね。私やっぱり心が広いから、器がでかいから、やっぱりね体もでかいから、うん、身長もでかい。身長も2m38cmあるから、足のサイズは 38cm あるからねビッグフットだ。ここにいたんだ ユーマは。ということでちょっとこっち来てください。ということで、どういうことなの。見て、もう夕方になってる。だから言ったんだよ。日が暮れるって。ちょっとあのちょっとせめて日中にしよう。なんだこれは。なんか何？記者会見場みたいな。何？あ、ここら辺の、ここら辺のボタンはあんな気にしないでください。今回はですね。はい。ちょっと2人でバトルしようかなと。お、バトルいいじゃない。バトル好きよ。バロー、バロー。バロー、ね。バロー、バローね。まあルールは至ってシンプルです。至ってシンプル。うん、シンプルがいいね。はい。今から1時間以内に、うん、1 hour ね。はい。1 hour に赤色のアイテムと青色のアイテム。はいはいはい。どちらが多く持ってこら、これた方が勝ち。なるほどね、うん。はいはいはい。え、質問いいですか。はい。青の概念はどこまで青？葉っぱは？いや葉っぱこれは完全に緑だ。え、でも青々とか言うじゃん。青々。それは緑。それはもう一般常識的緑だろっていう。あ、なるほどね。うん。じゃあ100人に聞いて、本当にそう100人に聞いて93人ぐらいが青っていうのは青ああなるほどなるほど、はいはいはい、うん、そのぐらいの塩梅だ。うん、だから今から俺は赤色に分かれて、君は青色に分かれて、うん、それぞれ1時間でどれだけこの色のアイテムを集めてこれるか勝負です。はあ、面白いじゃないか。いいじゃないいいじゃない。で、うん、で、はいはいはい、まあちょっとね、マイクラの経験値的に私の方がやっぱり多いと思うんで。まあそうだね、僕はまだまだ初心者ペーペーだから。だからもう心優しい兄貴がね、ちょっとハンデを与えてやろうじゃねえかなと。そう、いいね。心も広いし、うん、足もでかい。いいじゃないいいじゃない。心もでかい言ったよねそれはね言った言った。君、あのどんなアイテムがマイクラにあるか分かってないと思うんで。まあそうだね、分からないね。あの Google で検索していいですよあ、そっちなんだ、うん、あのハンデってゲーム内どうこうじゃないんだ、うん、うん、違う違う。ちなみに、このチェストに入れたアイテムの数が勝負になるので。あ、はいはいはい。例えば1時間制限時間1時間なんですけど、1時間経ってここに戻ってきた時に入れるのはもうなしです、ダメです。なるほど、もう時間内に入ってるものを換算するんだね。そうだから、ちゃんと時間内にちょこちょこ戻ってきてこのチェストに入れないとダメです。なるほど、欲張ったらダメなんだ。じゃあそう、欲張りはもうダメです
シンプルダメ。シンプルダメいただきました。ということで、うん、制限時間は1時間って言っただろうな。1時間って言った。そうだった。ワンナワーって言ったわ、ごめんなさい。ということで、はい、赤色 VS 青色。じゃあなん、どうしようかな。最初大事じゃない。ね、ちょっと見切り発車使うよ、これ。見切り発車しちゃって。カラーコレクション対決、よーい。どのタイミング、どのタイミングが多いなんだ。スタートが多い。スタートね、スタートね、はい、スタート。はい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 。適当すぎだ。よし、今ミュート中です。これ青用も欲しいよね。染料は大事だ。よし、ゲットしていこう。さあ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 、お、あ、リンゴ、リンゴゲッチュ。なんかさ、フルーツは赤多くない？ねえ、ずるくない？あ、生の羊肉赤。ね、肉って全部赤じゃん。ずるくない？だって羊でしょ、豚でしょ、牛でしょ。おい、3つあんじゃん。おい、これ負けげ。おい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 、これ主催側になんかあれがあんな、闇があんな、これ。これ生の豚肉ちょっとピンクっぽいな。どうですかこれ。あ、ピンクだね、豚肉はやっぱり。でも100人中93人はこれ赤って言わない。言わないか。いやー、どうかな、100人中やっぱ40人ぐらい赤かな、それは。あ、じゃあ生の豚肉はじゃあダメにしとこう。よーし、鉄ジェット OK。 鉄あっても別に何の意味ないんじゃないの。いや、青のアイテムを手に入れるためには鉄が必要なんですか。必要なんです。なぜなら水は青だからである。の、なんだって。はい、2個目ゲット。これ毎回やる俺たち。確かに。なんだってのくくだり毎回するか、これ。確かに水は青い。あ、そうだ、これいいこと思いついちゃった。なんだ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 。このマイクラにはですね、染料っていうのがあるんですね。いや、そうなんです、それマジ大事。あ、気づいてました。気づいてます、気づいてます。何、いや、もちろんもちろん。これで赤を増やすと。で、さらにですよ、この染料をこうしてこうすることによって、わーお、あれか、あれを やったのか、あいつ。ドゥドゥ、もしや赤色の。ほぼ言ってない、それ。ほぼ言ってない。隠す隠せてなくないか。私もじゃあネザーに行くためにちょっと鉄取ろう。大事だ。いや、私ね、近くにマグマだまりを見つけちゃったんですよね、さっき。ああ、マグマだまりね。俺もマグマだまり探したいな。どっかにあるかな、マグマだまり。え、君マグマ必要かい。俺マグマやっぱ欲しいよね。チャ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 。おい、もうマグマだまり、お前潰してんな。よし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 、生かすか、ネザーバンクに。おい、赤がたくさんのところ、生かすか、バカ野郎。おい、よしよしよし、なんでそれ分かった。よしよしよし、よし、大事に持ってくることだね。お前マイク、俺がせっかく美声で歌ってたのにこいつ無視してんなと思ったら。おいおい、ふざけんなマジで。頑張ってマグマ探せ。今ですね、時間を稼いで Google さんに聞いたところ、かなり青ブロックがあるとのこと で大半がまあ染料を使ったり、あとはガラスとかそっち系なので、僕はガラスと、あとですね、氷系をちょっと探しに行こうかなと思っております。あとまあコンクリート系かな、青のコンクリートとかね、その辺を僕は探していこうと思います。夜だけど、夜になったということはマグマだまりが分かりやすくなるということ。これをつまりもらいました。ついていこうかな。
聞いてて消そうかなダメかな。あ、そうだ、今思い出した、赤い花ってポピーだけじゃないんですよ。いや、ポピーだけじゃない、バロー、バローもある、バロー、バラ、バラのこと、そう、バラ、バラのこと嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、ローズが出んか、そうか、バラになっちゃうか、違う違う違う、今ね、バロー、バローにかけたんですよ。あ、バトルとバラーにね、何もかかってないけどね、別に寝れますかね、お兄さん。え、寝てほしい？寝てほしいかもしれない。じゃあ寝てくださいお兄様って言ってだったらいいよ。お前次あれだぞ、 お前が寝てほしい時、 寝てください弟くんって言うんだよ、ちゃんと。俺寝てほしい時なんかないもん本当にクソクソマジクソ野郎だな本当にこいつは。少年が腐っとる。寝てくださいお兄ちゃんしょうがないな、じゃあもう本当に寝てやるよ、本当に困ってるな、寝てよ。クソかマジで。さあそろそろ3分の1が経過といったところでしょうかね。まずいな、ワンナワって結構短いんだな。そうだよ、こうやって人生は一瞬で過ぎていくんだよ道徳急にだから一日を大切に過ごしていこうねそんなテーマあったんだうちって。そうなんだ、道徳チャンネルだからね、ミニオジはいつの間にいつの間に。あ、これってどうだ、え、どうって青ですか。まあ青っちゃ青、青っちゃ青、おう、まあ水色っちゃ水色だけどね。まあ水色も青みたいなもんじゃない ないですか。え、じゃあそしたら豚の生肉もピンク色から赤色になりますけど、まあでも今のところ、うん、空色とか水色が青じゃないってなったら、うん、僕結構積むかもじゃあ、うん、もうしょうがねえな、いいよ、よし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 、優しいからよしよし、ありがとう兄ちゃん。ちょっと、あ、これ死ぬかも、デッキが近いロストしたら最初からだね。まずい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 、俺結構持ってましたよこれ、まずいな、ちょっと待って結構よく集めたのに、まずいまずいまずい、やっぱりちょくちょく納品しないからいけないじゃないの、まずいまずい、完全にアリとキリギリス一気にダメテッカーでちょく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 コツ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 トコ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 ペカ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 やらないと批判が多いよすごいよもう。あ、あった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 、よしよしよし、でかい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 。でもさ、青ってさ本当少なくない？いや作ればありますよ青は。作るけどさ青少ないくない？だって青が作れるってことは赤も作れるってことやない？いやいや青しか作れないものもあるよ本当に。あと青だったら氷とかもあるからね。そうなんで氷もね、そう、ちなみに私の目の前に氷あります。なるほど、氷の氷雪地帯が広がっています。その座標を教えてもらうことって、それはできないね。あ、それできないか。それ無理だね。そうか。あとさらにヒントを言うと、君は海が近くにあったよね、さっきね。海の中にもね、やっぱり水、青色系はありますよね。そうそう。だから別に赤が別に多いわけじゃないんですよ。あなたの探索能力の低さ、リサーチ能力の低さが今露呈されているということでよろしいですか。ちょっとなんか言いくるめられてる感すごいな。あ、マグマ玉に見つけちゃった。待って。プル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 。はい、ネザーゲート完成。ネザー行きまーす。ちょっと待って。スピード乗りすぎじゃない？あ、ピグリン要塞見つけたけど、多分ピグリン要塞何もないよな。いや、行くべき行くべき。ちょっと待って、ピグリン要塞の中に赤キノコあるな。
あ赤キノコ見えるなあれ。なるほどね。よしこれでこうして、よしよしよし、いいぞ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 、いいぞ、集まってる。いや俺も集まってるぞ結構。いいぞいいぞいいぞ、頑張ればできるじゃん俺。やらできるやん。やらできるやん俺も。まあ自分をね褒めないとやっていけないよね。うさい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 。でも今の段階でもう完全に箱の内容は俺の方が上だからねこれ。え？残念ながら君の方が上なの。上です今。え？7個以上納品してんの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 え？これ彼気づいてるか分かんないけど、ガラスも一応色つくんだよね。だからちょっとガラスを作って、青と水色のガラスをそれぞれ作ろうかなと思います。頑張って砂を集めます。もうおい、粘土玉は青じゃねえだろこれ。青だろ粘土。粘土玉はグレーだろこれ。青だろこれは。90、100人中93人が青とは言わねえだろこれ。青って言うよ。あと銅の原石はオレンジ色だろこれ。だってさっき銅青でいいって言ったもん俺。聞いたよ。銅の原石はダメよ、風化させないと。固めたらってこと。風化させないといけない。あそうこれ当たり前だろ。光ゴケこれグレーだろ。光ゴケこれは青だよ。グレーだよこれは。青これは93人がグレー。青って言いません。これは青だって。1,2,3,4,5,6,7,8,9、14。14が本当に勝ってるよ。いやチェック入ります。本当に赤かどうかチェック入ります。2個リードです。チェック入りますね。ほらどうよ。赤だな。赤だな。ちゃんと。いや待って、マグマブロックはオレンジじゃないこれ。いやこれ赤だろ。どう見て赤と。いや、ま、待って待って、冷静に落ち着いて。確かにオレンジの部分もある、うん、あるけど、うん、赤の部分とオレンジの部分の比率考えて、比率考えたら、いや赤の方が 56% ぐらいで赤よこれ、うん、いやこれ赤じゃない、そもそも赤じゃないよ。オレンジとオレンジとオレンジと赤だろ。ネザー色じゃないこれは。やっぱり赤とは言えない。なんならこれネザーラックも赤か。ネザーラック赤だろこれは。赤だろ。紫、赤紫じゃないこれ。いや絶対。そしたら君の青緑もなしになるぞそれは。これは青だもん、誰がどう見ても青だ。空色なしにするぞそれ。そうだ、ダメか。まあいいよ、じゃあマグマブロックを消す代わりに粘土玉と光ゴケなしに、うん、なしに。ああいいよ、じゃあ抜かせてもらえますねこれね。いいよ、よし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 、いいぞ。1個減らした。でかい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 。よし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 。でも残りもあと 7,8 分よ。この間に君何ができると言うんだい。まあ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 、案があるんで僕には。よし、赤色の旗。あー旗ね。まだそこか。15個よ私今。まだそこかって言ってるけど君負けてるよ。嘘。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 だよ。え誰？俺。おい見たら分かっちゃうだろお前。俺がやってることは。ガラスか。おいクソ、ガラスか。こいつするんだぞ。ガラスだ。おいおいおい、お前了解了解了解。クソ気づいていねえと思って秘密にしたのに。クソ了解了解了解。こいつ。さあそろそろラストスパートですよ。よし、オッケー。これでかいんじゃないか。え、君がちょっとなんか盲点そうなものを発見したんで。何これはね、君盲点でしょこれ。なんだろうなんだろう。よし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 。なんだろう。え、オッケー、俺もできること全部やったかな。俺もすることない。あ、終わった。にゃお終了。かわいいにゃおだったの。なんかそんななんか終了感ない。終了の合図聞いたことないぞ。大体終了じゃないのこれ。にゃお。なんかすごい興ざめ。かわいいでしょ。かわいいかわいいかわいいね。私が集めた赤色のアイテムは、はい、こちらです。
お、何個だ。18個。12、ちょっとあの審査入りますね。はい、12345678910111213141516171718。はい、ちゃんと18個。確かに赤だね全部。うんうん、あ、ちゃんとね最後雲の目を見つけたんですよ。あ、確かに。でも俺もね一応ね持ってるんだよこれ雲の目。もうでも別に君が持っててもしょうがないから、うん、まあまあそうそうだね。さあ俺どんぐらいどんぐらいいったか。でもねなんか産業いってなかったかな。分かんない。嘘でしょ。ちょっと一緒にチェックしてみよう。じゃあじゃあ行くよ。行きます。せーのドン。ほら、ほらほらほら。いや待って待って待って、ストップストップストップ。ガラス、ガラス目はちげえだろ。え、でも俺は青じゃないだろ。いやいや、ガラスはわかる。でもガラス目今青じゃない。これガラス目もガラスと同じ理屈ついたら透明だろ。透明だろ。いやいや、あでもまあいいよ。でもほら、でもでもだよ。これほら君、コンクリートパウダー。いや、ちょっと。いやいやいや、これは青で。だってだって、じゃあ聞いて。だって Google で俺の検索方法がマイクラ青色アイテムで、それで出てきたものがこいつらだから。うん、俺のせいじゃないもん。ちょっと空色がかさ増ししすぎじゃないですか。いやだって青だもん。青色って空色なんですかね。青色は空色は青だねやっぱり。ちょっと評価してほしいのがこのコンクリートパウダーとコンクリートを2個使ったことを評価してほしい。それは確かに俺を忘れてたな。そう、ちゃんと水かけて掘ったのはちょっと評価してほしいね。確かに。うん。あ、でもこれはくー勝ちなんじゃないか僕の。くー、あれちょっと水入れバケツちょっとグレーの面積の大きくないですか。あ、いい、別にいいよ、全然いいよ、全然いい。18歳19だしねこっちは、全然いいかな。やったー、1ポイント勝ちだー。やったー。待って、俺初めて勝ったんじゃない君に。数あるゲームの中で。うそ。今まで散々なゲームを、散々ゲームやってきましたかね。いやまあでも俺が久しぶりにマイクやったからね、ちょっと腕が落ちちゃってたね。あ、そうか。でも、うん、逆に俺が上がったということもない。あ、うん、じゃあ終わりにしようか。ちょ、終わり、え、すいません、あの前の赤い人止まってください。、はい、すいません、あのお兄さん、はい、ちょっと、はい、ちょっといいですかね。はい、なんか負けて何もないっていうのちょっとこちらとしましても、ちょっとどうなのかなっていう意見が、いや、これはね、あの僕の意見ではなくて、あの方々からの意見で、方々からの意見で、ちょっとね、誰かいる？いや、ちょっとあの名前は出せないんでね、ちょっとね、やっぱ負けたからには何かないとなっていう意見がまああって。じゃあ俺の好きなベリーあげるよ。違う、全然罰になってないよねこれね。俺が拾っちゃったわ。ね、あげる気ねえじゃねえかよお前。せめてあげろよこっちに。じゃあなんだよ、早く行ってみろよもう。まあそうですね。1週間毎朝エビスくん大好きツイートでもしてもらおうかな。なんで殴られてるの。重い、重すぎるだろ。え、重い、重すぎるだろ。一週間重い。重いよ、そんなレベルの企画じゃねえよこれ。じゃあツイートで、1ツイートでいいよ。じゃあエビスくん大好き、いつもありがとうって、エビスくんがいるおかげで僕は成り立ってるよって、ありがとうって言ってくれたらいいよツイートでね。すごいいじっちゃって、そんなにショックかな。ね、それはなんかちょっと傷つくな。そこまで拒否する。そこまで拒絶しなくてもよくない。ちょっとね、すごく心が響く、日々入る心に。まあじゃあこの動画が出たら、うん、そうそうそう、エビスくんありがとうツイートな。エビスくんありがとう、いつも感謝してるよ、大好きでお願いします。エビスくんありがとうです。ありがとうございました。なん、そこなんか大好きもらえ。